はい、配信スタートしてます。名護署の警察の警察署の前に、はい、到着しました。で6時から、まあ、予定通りに進めれば先ほど、那覇地検に移動された、広瀬さんと、もう一人の男性の方が乗った車がですね、名護署の方に、名護署の方へ戻ってくる予定となっております。やっぱり6時ということで今、配信スタートした途端に警備機動隊の人たちがバスの中からこちらに、また人数が増やされて警備が始まってます。はい、あ、はい、達也さん早速お茶ありがとうございますね。はい、だんだん日が暮れてきましたよ、沖縄も。はい、みゆきちゃんお疲れ様です。もう少しあと数分したら6時なんで、はい、ひろじさんともう一人の、はい、仲間が帰ってきます。一旦那覇地検に、今移動してこちらへ向かっていると思いますので、この58号線からですね名護署の方に来ると思います。なのでみんな、まあ、車の中は見えなくても、はい、みんなでこうやって県民みんなで集まって仲間の人たちにねエールを送りつつ、はい、名護署のこの許されない行動に、はい、声を上げてきたいと思ってみんな集まっております。はい、名護の方もだんだんちょっと日が暮れてですね、さっき雨が降ってたのでちょっと肌寒くなってきてますね。はい、で機動隊の警備も多分6時近くなったので人数がまた増やされましたね。はい、報道の方もたくさんまた待機してますよ。はい、はい、足止さんが連絡を取りつつ状況を確認しております。美咲ちゃん、はい、お帰りなさい、お疲れ様、お家に着いた。はい、まあ、お母さんから聞いたらまたお母さんと話してるとは思うんですけど、そうそう、6時に、今ね那覇地検っていうところに、広司さんともう一人の仲間の人が移動していて、でそれがまた名護署に戻ってくる予定なので、この道を58号線美咲ちゃんも知ってると思うけど、その道からまた通ってここの名護署に、名護署にまた戻ってくるからね。はい、まあ、名護署に戻らないで早くゲートの方に来てほしいよね。先ほどもドレミの町さんどうもありがとうございます。ですね、ツイッター私まあ、フォローされたら大体フォローの返ししをお返しさせてもらってて、でフォローの数がですよ2001か2ぐらいになってしまって、フォローしすぎてですね今フォロー返すことがちょっとできなくなっているので、またちょっと改めてまたできるんであればやりますけど、ちょっとフォローが今できない、お返しが今できない状態です。はいですね、ありがとうございます。でまたいらないっていうか、なんか広告とかのフォローとかがあったらそれを外してまたフォロー返せるようにしたいとは思っておりますので、どうもありがとうございます。はい、ちょっと名護署の方もだんだんちょっと人数が人とか増えて騒がしくなってきてはいます。
キャンさん、やっぱりそうですか。そっか、豊さん、昨日、また久しぶりに会えて、そう、こっちで一緒に立ってたんで、そうそうそう。ね、豊さんも、そう、はい、めっちゃ頼りになる人、はい。まあ、勝手に仲間だと思って、はい。まあ、そんなにいっぱいおしゃべりするほどでもないんですが、はい。豊さんも一人で、自分のできる範囲で、すごく、はい、行動している方だと私勝手に思ってるんで、はい、それで、はい、まあ、そう、もう一個人として、はい、またお付き合いできたら、まあ、そんな深くなくてもいいし、お付き合い長くつながってたらいいなって思ってるんで、はい、豊さんの、はい、ツイッターもぜひ皆さんおすすめです。あ、やっぱり、そうか、まあ、そうですね。いや、本当にやっぱり、私たちのね、沖縄の、この、まあ、先輩たち、はい、はい、目上の人たち、人生の先輩たちがこうやってから、ね、続けてきている、まあ、ことと、このやってきているこの精神って言ったら大げさだけど、こういうのがあるからやっぱり今の沖縄のもあるし、まあ、それが一番、はい、大きいかなって思ってますけども、パトカーが出てきましたね。あ、レイコさんお疲れ様です。はい、電話しなくても頼んでる。AFBATBWK、 あ、マキコさん、マキコさん、はい、お茶ありがとうございます。たくさんアッサビーをたくさんお茶ありがとうございますね。はい、みんな待ち受けてますよ。あ、田村さん、はい、お疲れ様です。そう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 、名護署にですね、また戻ってきますよ。今那覇地検の方に行ってて、多分いろんな、まあ、取り調べとかいろんな手続き踏んでから踏むために那覇地検に行ったのかなって思います。すいませんね、説明も下手くそで。で、それで戻ってきますよ、名護署に。いや、名護署には、入ってほしくないんですけどね。ああ、ごめんなさい。この間ありがとうね。あ、はい。うん、いえいえ。今日も泣き人から、ですから、はい。なんでマスクしてんだろうね。制服の一部、あ、でもあれじゃないの、ね、いや、ね、こっちよりも奥の方々がもうサングラスもマスクもしてたら、やっぱり、そうですかね、何ですかね、公安っていうんですか、はい、防衛、私も公安しかない、はい。こっちの方がちょっとね、
自分のお仕事に自信がないのか、顔隠してマスクもサングラスもね。いやあれだから不安だと思うのよ、うん、はい、つまりこの警察官を見てるわけ、見張ってるわけ、はい、今ちょっと140名の方がですね、うん、お話を聞いてると思いますが、どこでですか？あ、このネットの中で大丈夫ですか？あ、私はこれします。あ、私普通の顔は映ってないんで大丈夫ですので、です今声がちょっと入ってるかもしれないです、すいませんが、私は新聞に載ってたお顔が、あ、そうでしょ、そうなんです、琉球新聞に、あ、そうですか、私がいるとか、じゃあ大丈夫ですね、いいです、じゃあちょっとチラチラ入っちゃっても、いいです、いいです、たまにやっぱり配信するときには、うん、抗議者の人でも NG の人がいたりするの で、一応気をつけながらは一応気にはしてはいるんですが、そうですか、前はね、でもね、そうですね、一応挨拶する人は、まあ、名前も前に出るからいいかなと思って、逆にいい話をされてる方が多いので、そういう方はぜひ配信したいと思ってるんですが、一応今、みんなですね、ひろじさんのこととか、みんなこちらを気にしてくれていて、132名が全国各地から見てまして、辺野古に来られてる県外の方々もやっぱ帰った後にずっと辺野古のこと気になってるんで、そうなんです、ね、はい、ですよね、だからもうツイッターしまくってるって、あ、友達なんかも言ってるし、あ、大阪の、あ、そうですか、ね、この間までいた人だけど、みんなそれぞれが自分のツイッターをこうしてやってるから、うん、ね、やってらっしゃいますね、ダブったりフェイスブックとかで、あ、だからかぶさってきてるから、はい、逆にさ、なんか、あ、言ってんだねとか、うん、あそこにあの人がいるとか言う方がいいんじゃないですか、あ、なるほど、ね、なんかしたら頑張れる、はい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 、そう、まあそういう感じでできればいいんですか、うん、けどね、うん、今6時8分、はい、まあ、6時過ぎましたけど、はい、皆さん元気に待ち構えてますよ。これ出てきてるってことは、はい、私たちがやっぱり帰ってくるんですね。そうですね、はい、帰ってくるの、いつ帰ってくるの、帰ってくても軌道の方も今ね、増やされましたので ね、今6時になった瞬間に出てきましたので、うんうん、はい、待ってますよね。キム対策かもしれない。だからね。はい。ちょっとおしゃべり、お話しかけられたので、はい、お話ししておりましたよ。わ、やばい。パパ馬さん。お茶、めっちゃデージたっぷりありがとうございます。あ、キャンさん、情報、報告ありがとうございます。基地関係の車はまだ地検にいるようです、はい、そうなんですね。三部隊さん、そうですね、今日の方って楽しみですね、はい、何秒ぐらい流れるんですかねみんなとっても短かったらちょっと突っ込みましょうねあ、アブチンさんも情報ありがとうございます。あ、すいません、あ、はい、あ、いえいえ、田村さんそう言ってくれると、はい、ど素人なんで安心します。パパ馬さん、お茶やばいぐらいありがとうございます。キミエさんもありがとうございます。あ、サンチャンさん、イエーイ、はい、お疲れ様です。予定の6時が過ぎましたけれども、はい、那覇地検からですね、一応ひろじさんと、はい、テントの人が来ますよ、通ります、そう、名護署には入れたくないけど今から来るからね、はい、なるべく、まあ、その車を移せるように頑張るけれど、頑張りはさせていただきますが、窓の方が黒くなって打つ中までは見えないかもしれないんですけど、はい、みんなのこの熱い声援を移しましょうね。そうそう、うさこさん、
報道の人たちたくさんでしょ。そうそうそう。あ、文鳥さん、いつもあの沖縄の情報ありがとうございます。あ、タイさん、お茶ありがとうございますね。あ、そうですか、ひろじさん今出たそうですか。はい、豊さん配信してくれてるのかな、ちょっと私見れないんで、はい、豊さん あのツイキャスの方もぜひご注目してみてくださいね。はい、豊さんは豊さんでまだまた那覇地検のところにいるっていうのがまた面白いですよね。はい、頑張ってるさ、もうすごいです。元気なひろじさんたちの顔早く見たいね。そうです、早くゲートに戻ってこないと落ち着かないですよね。文鳥さん、いえいえ、こちらこそ P ですよ、こちら P ですよ。はい、ありが P ですよ。はい、みんな見えますか、足が。みんな待ってますよ。いえいえ、どういたまして P ですか。どういたまして、お疲れ、お疲れ様です。お疲れ、ありがとう。今日笑ったから、お仕事、そう、メッセージ、あー、よかった。そうそう、声出してもらった。あ、本当に、そう、あ、そうそう、あれじゃん、あの白髪の、そう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 、めっちゃ見よった、一応いけるよね、高かったよ。着工されるかね、5時15分に出たっていう情報も出てるけど、あ、本当に、へー、そっか、はい、またおしゃべりさせてもらってますよ。はい、声からからやん、あ、昨日だからやん、スプレーこれでね、昨日で、うん、そうそうそう。そうかそうか、もうそろそろ帰ってくんじゃないかな、だから、うん、あと1時間ぐらいしてるけど、死ぬまで待ってる、今6時14分に、今160人ぐらいの人が、どこに見たら分かんの、160、あー、すごい、すぐ減ったり増えたりするけど、見てるから、電気が出るんだ、まあ、一応、ね、お茶いっぱい入れてくれてる、だからよ、あ、今これ音入ってる、入ってる、あ、そうなんや、入ってるよ、もっと可愛い声で言えばよかった、脱げよ脱げよ、はい、はい、はい、みんな、ですよ、私の、友達、カヌーを乗ってくれてる友達も、あの、今日は仕事終わってからこの名護署に駆けつけてくれてます。はい、みんな集まりだしたんで、ちょっと私も慌てて前に行きますね。はい、やばい、前に行けなくなると、報告があった通り、今回の件は本当に、よかった、前に行けます、と極まりない逮捕であります。当然として即時に解放されるべきであります。私たちはその結果をここで集会を持ちながら待ちましょう。今日で2人を解放させましょう。それではまずは取引団体の代表に解放をお願いします。昼間からの続き、皆さんご苦労様です。私たちがこの現場で朝から対応したように、1時に、1時半、2台の車でそれぞれが、那覇地検に向かいます。で、那覇地検の方でも那覇の支援者がですね、地検前で抗議集会をやってます。へー、すごい。で、先ほど、那覇の仲間からの連絡で1台は、5時15分に那覇地検を出ました。で、引き続きもう一人の人がやる検事との聴取されてる、まあ、いわゆる聞き取りですね、調べ、取り調べを。で、検事は一人で対応しているので、一人一人こう対応やるもんですから、こういう時間差が出ているということで、
最初に誰が終わったのかは分かりません。けど5時15分に出てますから、やがての2時間ごろにはここに到着するでしょう。で2台目は6時10分ごろですので、また7時半前後にここに到着するということで、で今日、釈放されるのかどうかについては、この取り調べ終わった段階で、検事が判断し、今日ということになれば、弁護士の方に、検事から連絡があるようです、まあ、そういうことでですね、とりあえずここで待機をしながら、待ちましょう、ね、また配置するときに激励をですねやりたいと思いますので、よろしく、ご協力お願いいたします。まあ、状況簡単にですね、今の状況を報告します。ただ当然そうダンスですから、私たちは早期に釈放せよというこの要求は不遍不当のものですので、これで一本で、報復行動を展開していきたいと思います。じゃあよろしく誓いの方に変わります。今報告があった通りです、まあ、ちょっと時間がありますけど、2台目の車も6時10分にこちらに向かっているということです。あ、すいません、あ、こっちから通って、そうですね、皆さん、一般歩行者のために通路を開けましょうね。ご協力ください。はい、よろしくお願いします。1時間、まあ、30分はかからないと思いますけど、こちらに向かっている、そして、釈放される、当然でありません。皆さんね、そうでなければ決して許してはなりません。そうだ、私たち県民は許さない。そうだ、私たちの仲間を即時に解放釈放されるまでここで抗議を続けてまいりましょう。よし、国会議員団、昨日の集会でもそうでした、国会議員団、そして県議団、各級議員が、おのおのの宣言の中で今回の支援を追及をしております。またも全議団、そして、各議員も、参加していただいてます。夕方もみんなで寄り道研究した、はい、それでは皆さん討論しましょうね。まだ決定はしていませんので、しっかり今日で私たちの仲間2人をここに迎え入れて、みんなでまた帰りましょう。よし、それではゲートに向かって、ゲートでね、いつもの来てね、ゴール、よーし、ゴール、よーし、仲間を解放させるぞ、仲間を解放させるぞ、今日で解放させるぞ、今日で解放させるぞ、仲間を解放させるぞ、仲間を解放させるぞ、今日中に解放させるぞ、今日中に解放させるぞ、仲間を解放させるぞ、仲間を解放させるぞ、米軍の不登校を削るぞ、米軍の不登校策許さんぞ、米軍の不登校策許さんぞ、名護署の不当逮捕許さんぞ、名護署の不当逮捕許さんぞ、仲間を解放するぞ、仲間を解放するぞ、仲間を解放させるぞ、仲間を解放させるぞ、今日中に解放させるぞ、今日中に解放させるぞ、権力に負けない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 ぞ、県民は負けないぞ、県民は負けないぞ、我々は負けないぞ、我々は負けないぞ、仲間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 は負けないぞ、今日中に解放させる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 ぞ、ダーツに抗議するぞ、ダーツに抗議するぞ、ドーダーツ許さんぞ、ドーダーツ許さんぞ、ドーダーツ許さんぞ、仲間を解放しろ、仲間を解放せよ、仲間を解放しろ、仲間を解放しろ、直ちに解放しろ、直ちに解放しろ、直ちに解放しろ、仲間を解放しろ、仲間を解放しろ、仲間を解放しろ、ドーダーツ許さんぞ、ありがとうございました。
を解放許さんぞ。仲間を解放しろ。今日中に解放しろ。仲間を返せ。権力に負けないぞ。我々は屈しないぞ。仲間を返せ。今日中に返せ。何やらなんかバスが入ってきました。皆さんの声がしっかり、これではないと思います。そしてみんなで解放釈放喜び合いましょう。今日中の釈放をしっかりみんなで勝ち取って、今日中の釈放をみんなで勝ち取りましょう。頑張りましょう。よし、もうしばらくして最初の車がこちらに入ってくるでしょう。よし、しっかり向かいましょう。そして改めて激励をして、皆さんの頑張り、私たちと一緒の思いで、不当な逮捕、不当な拘束に強く強く抗議をし、今車が多分これから入ってくるので、警備も大変多くなってきますね。私たちの思いを、力を力強く発信をしてまいりましょう。よし、それではご挨拶いただきます。私たちの抗議の後ろの方で、警察署内で、ざわざわし始めてきました。どうもご苦労様です。はい、今日中に釈放ということですが、はい、今回は放出じゃなかったんですか。では車共和国さん、はい、縛りましょうね。あの東北高速というのは、あれは白間さんが言ってたんですが、明らかに拉致なんです。はい、中に引きずり込んで無理やり車に押し込めて走行速をしたというのが、いうのが本当なんです。暴力そのものなんです。絶対に言うことはできません。那覇から名護までは大体、まあ、高速使っても1時間半はかかると思います。私たちが不自然とでも思っているかもしれませんが、とんでもないんです。怒りはますます増幅するばかりです。絶対に許せません。どんなことがあってもですね、今日中に解放をさせて、そして戦いを大きく大きく前進させる、そのために新しい基地を絶対に作らさないという戦いをですね、大きく発展させていこうではありませんか。頑張りましょう。よし、そうだよ、そうだよね。今、はい、中村さんが本当に、話していただいた、通りであります。米軍の不当の拘束、米軍の不当の不当な拘束、そして身柄がこの名護署に送られた。県警は、名護署はそこで米軍により不当の拘束で送られてきた私の仲間を逮捕すべきではなかった。当然である。これも許してはなりません。不当に逮捕した私たちの仲間をさらに地検まで送る、許してはなりません。不当な逮捕を私たちは許さない。そして米軍の拘束、でもみんな元気で、もう先新聞で報じられている、本当に心が、私たちの思いが一つに刻まれる思いではあります。決してこのような権力には屈しません。新基地建設を止めるために、うちらの未来を作るために、これからの取り組みをしっかりと強く邁進をさせ、いかなる権力にも屈せず新基地建設を止めてまいりましょう。今日解放されるでしょう。本当に
この間の私たちの運動を引っ張ったど真ん中にいるリーダーであります。決してこの狙い撃ちによる不当な弾圧、決して私たち県民は忘れてはなりません。本当そうです。これをしっかり心の中に刻み込み糧にして辺野古新基地建設を止める日米両政府の圧力には県民は屈しないんだということを改めて発信をしてまいりましょう。もう230日以上もゲートで座り込みをしています。改めて今日がまた新たな一歩として、明日以降ゲートで座り込みをしながら頑張りましょう。今日の解放、明日からの運動にしっかりつなげてまいりましょう。そうだ、皆さんの思い、そして県民の思いが私たちの仲間に伝わっているでしょう、しっかり県民の新基地建設の反対をする、そして今回の不当な弾圧に屈するなという強いメッセージがいろんなところで発信をされているというふうに思います、改めて感謝をしながら新基地建設を止める強い思いで頑張りましょう。拝察をいただきたいと思います。はい、そうですよね、また、まあ、こういうことあってもまた新たに辺野古基地も高江も、沖縄全部からも基地も、撤去なくすために、頑張りましょうと言ってました。もう昨日から言葉がありません。こんなにまで沖縄県民を愚弄する、そしていじめるのかという、腹が立って腹が立って言葉もありません。私は今まで人前で泣いたことはない。しかし今回はどこにも止まらない涙が、怒り浸透、それどころか私は安倍が滅びることを祈っております。それから機動隊も滅びることを祈っております。こういうふうに県民を弾圧し、しかもこれからさらなる県民に犠牲を強いるところの基地建設に手を貸すような、この者たちは沖縄県民ではありません。そうだ、皆さん、許してはなりません。さらにこのような権力に屈してはならない。我々の方に正義がある。これから200年100年と基地の苦しみを思うならば、今の苦しみや悲しみは乗り越えていかなならない。皆さん、子供たちや孫たちのためにも今後さらに力を出して一緒に頑張っていこうじゃありませんか。皆さん、私は戦争が済んだ時には5歳でした。あの戦いうのあわり、戦争中のこの苦しみや悲しみ、ひもじさ、それからさらに私が南部に行った時には畑のあぜ道に骸骨が並べられておりました。こういう状況を二度と出してはならない。そのためにこの安倍の野郎、戦争の苦しみを悲しみを知らない揚げ前政権で飯食ってきたやつ、このやつがどうやって戦争の苦しみ、沖縄の苦しみを分かるか。皆さん、今後ろに立っている県警の若い者たちもよく見ろ。戦争を生き抜いてきた人間だ。皆さん、今日2人を迎えに来ましたけれども、私はもう震えております。
こんなにまで弾圧するのか。これからは全ての米軍を沖縄から追い出すこと、全ての米軍を追い出すこと、自衛隊も一緒に追い出すこと、皆さん米軍に取り組んでみたら突っ殺してやらんとか、皆さん諸悪の根源は米軍だから、それに手を貸している県警、皆さんもはや我々は我慢してはなりません。我々にあるのは今のところ怒りだけですけれども、その怒りがなくなるとダメなの。米軍を徹底的に沖縄から追い出すように力を合わせていきましょう。終わります。悪いことしてるからマスクしてるんでしょう。公務員だったら正々堂々と顔を見せなさいよ。島団長ありがとうございます。そろそろ多分、先ほど5時15分と言いましたね、時代でそろそろ着くんだと思います。また、しっかりみんなで向かいましょうね。確実に、解放される、当然であります。この目でしっかり見て、しっかりみんなに、お二人に声をかけてあげましょう。それでは新野千里県議、ご挨拶をいただければ。午後から今日朝多くの人が2人の脚本を求めて、このようにみんなで呼吸をして、今の後ろの方から、今、米吉さんの挨拶ですが、後ろの方からまた機動隊が増えてきましたね。感謝を申し上げます。そろそろ来るのかなと思われます。みんなで応援しましょうね。やり方はあまりにも露骨で、はい、交通整理を行います。交通整理を行います。パトカー左折します。道開けてください。頑張れ。この車かもしれないです。頑張れ。県民がついてるぞ。Hey!
ナー返せってコールしてます。その前にですね、また、パトカー回ってますので、もしあのこの辺に駐車してる方という心当たりの方がいれば、自分でちょっと点検してください。そこら厳しく今やってみたいですので、情報です。それぞれ確認をお願いしたいと思います。はいはいはい。皆さん、58号線沿いからすぐ入ってきたので、パトカーの次の車が多分、広司さん と、もう一人の仲間の人が乗っていたと思います。はい、一応車自体は映したんですけれども、みんな一生懸命、はい、早く返してって今名護署に向かって、はい、一人一人声を上げております。でですね、すごくたくさんの報道陣の方がこの場面を映しております。はい、みんなもご視聴、あとお家の中から、ね、声上げてくれてありがとうございますね。はいはい、まだまだ、声上げて続けて、名護署の中に聞こえるようにみんなで声上げていきますよ。はい、ただ、車両が入っていきます。返せ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 、それでは報告をしたいと思います。状況の報告をしたいと思いますので、一旦、平和センターの方ですね。の方の司会ですね。1台が入ってきた模様ですけども、まだどなた大丈夫なのか、どなたなのかというのもまだ状況はなくてですね。若干ですね、それから弁護士から、長野からの報告が連絡があったということですので、その報告も含めて代表の足尾さんに報告をいただきたいと思います。はい、皆さんご苦労様です。朗報です。いやー、朗報です。いいですか。弁護士の方から連絡で、お二人は今日で釈放されるそうです。いいですか。ただし、お二人一緒に釈放されるか、時間的な釈放かまだ分かりません。それはね、ただ今1台が入ってきました。地検の取り調べ終わって今1台は入りました。で、誰だかも分かりませんね、もう1台が今名護に向かってます。その名護に向かってる車
の、まあ、我々の仲間がついて一緒に解放されるのか、それ別々になるのか分かりません。で、もし、玄関から、ね、出てきたらみんなで大きな拍手で激励をしましょうね。よし、はい、ということで、今日私たちのこの、ね、正義ある戦いがね、やっぱり動かしてるんですよ。よし、でね、この釈放も勝ち取れたのも、今日朝から昨日、今日と多くの県民が名護署に対する、あるいは県警に対するこの怒りの抗議が知見につながっていったんだと思う、ね、だからこのことも私たちの勝利です。そのことを確信しましょうね。よし、じゃあ一応そういうこと状況報告はしておきます。はい、今報告があった通り、検事が一人でですね、同時の取り締まりじゃなくて一人ずつやったためにちょっと時間差で今こういうタイムラグが出てるみたいです。結果は今曽根さんから報告のあった通りです。それでは結局ですね、不当逮捕であることは間違いありませんし、その怒りを込めてスプレーコールと辺野古の新基地建設を徹底使わせないためにですね、スプレーコールをしていきたいと思います。スプレーコール、スプレーコール、総逮捕許さないぞ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 、早期に解放しろ、早期に解放しろ、新基地建設を作らせないぞ、新基地建設を作らせないぞ、埋め立てをさせないぞ、埋め立てをさせないぞ、辺野古を撤回させるぞ、辺野古を撤回させるぞ、線路も撤去させるぞ、米軍基地はいらない、スプレーコールは続いておりますが、よかったですね。一応今日で釈放されるということで、はい、決まったそうなんですけれども、広地ですね、今移動した車での、この中に入るのは一人別々で車に乗ってこっちに向かっているみたいです。でさっき一台多分誰か一人、広司さんかもう一人の人か分かんないんですけど、その車は1台入ったような感じ入ったので、あと1台は名護にもう1台向かっているよっていうお話でしたね。はい、今日で釈放されるので、はい、みんなとっても早く会いたい気持ちでいっぱいだと思います。はい、とりあえず釈放されるということで早めに出てこれるということで、その件では安心しました。はい、はい、やったね、イエーイ。はい、でまたその後にいろいろ手続きとかそういったのがあるかもしれないけどっては言ってましたけれども、はい、はい、みんなでみんなを、ひろじさんともう一人のテントの仲間を迎えましょうね。はい、そうですね。はい、そう、先々週でしたっけ、男性の方が私たち座り込みの人一人が、不当逮捕されて名護署で、まあ、2日間ぐらいでしたっけ、名護署にずっと入れられたままっていう出来事もあったばかりの、また、名護署がまた
ヒロシさんと座り込みの人を逮捕というか、まあ、拘束しているというちょっと気づいての出来事だったんですけど、こういうあの不当なあのこういう警察のやり口とかこういう対応っていうのはもう沖縄県民はこの出来事を絶対忘れないで、はい、そう足富さんも言ってたけど、あのこのことは絶対忘れないで、それをまたあのバネにって言ったら変だけど、また基地は絶対作らないっていう気持ちでみんなであの頑張ろうねって言ってましたね、はい、辺野古基地も高井のヘリパッドも、はい、絶対止めようっていう気持ちをまた強くなったと思います。はい、1人目が取らせないかもしれないのはまだ金が入っておりません。どちらかということです。いずれにせよも1時間以内にはもう揃ってですね、すると思います。ただこっちのこの場での、はい、アキさん、はい、忘れんどこね、これがこのやり方ね、これ日本政府の指示っていうことだったからね、本当恐ろしい、はい、また情報が入るまで、だからこそ正しいあの軸に合わせるような世の中になるために、はい、あの普通の一般市民の私たちが頑張っていきましょうね。はい、やったぞやったぞやったぞ、イエーイ、当然だ当然、イエーイ、当然だ、不当な逮捕だ、はい、当たり前だ、逮捕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 やったやったやったイエーイ、はい、一人は入ってる、決まった、鎖国が決まった、直ちに私たちの前に返せ、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 早く会いたい、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 早く会わせて、早く返せ、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 やったぞ、やったぞ、やったぞ、負けない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 ぞ、イエーイ、当たり前だ、当たり前のことですよ、バッシャイ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 、仲間が戻ってくるぞ、仲間が戻ってくるぞ、みんなで迎えよう、みんなで迎えよう、みんなで迎えよう、仲間が帰ってくるぞ、仲間が帰ってくるぞ、仲間が帰ってくるぞ、当然の結果、当然の結果、当たり前の結果、当たり前の結果、超高速許さんぞ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 、わっしゃい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 、仲間が戻ってくるぞ、仲間が戻ってくるぞ、早く返せ、早く返せ、早く返せ、
首都高速いるさんぞ わっしょい わっしょい首都高速いるさんぞ わっしょい わっしょい
速謝れ、超高速謝れ、わっしょい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 、仲間が戻ってくるぞ、仲間が戻ってくるぞ、当然の結果、当たり前の結果、みんなで迎えよう、みんなで迎えよう、早く返せ、名護署は返せ、仲間を返せ、仲間を返せ、超高速許さんぞ、超高速許さんぞ、超高速許さんぞ、大城まさと出てこい、大城まさと出てこい、大城まさと出てこい、超高速謝れ、超高速謝れ、大城まさと出てきて、超高速謝って、超高速謝れ、超高速許さんぞ、超高速許さんぞ、わっしょい、わっしょい、わっしょい、仲間を返せ、仲間を返せ、今すぐ返せ、今すぐ返せ、仲間が帰ってくるぞ、みんなで迎えよう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 、超高速許さんぞ、超高速許さんぞ、わっしょい、わっしょい、名護署は許さん、超高速許さん、わっしょい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 、仲間が帰ってくぞ、みんなで迎えよう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 、二人を返せ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 、今すぐ返せ、今すぐ返せ、返せ、出たぞ、出たぞ、無罪で出たぞ、無罪だ、当たり前、当たり前の結果、当たり前だよ、当然の結果、当然の結果、山城さん返せ、山城さん返せ、二人を返せ、二人を返せ、今すぐ返せ、今すぐ返せ、わっしょい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 、超高速謝れ、大城まさと出てこい、みんなに謝れ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 、大城まさと出てこい、大城まさと出てきて、超高速許さんぞ、超高速許さんぞ、わっしょい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 、仲間が帰ってくるぞ、みんなで迎えよう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 、仲間を返せ、仲間を返せ、今すぐ返せ、今すぐ返せ、名護署は返せ、名護署は返せ、仲間を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 返せ、今すぐ返せ、今すぐ返せ、直ちに返せ、直ちに返せ、超高速許さんぞ、
クール参上。わっしょい、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 わっしょい。権力なんかに負けないぞ。権力なんかに負けないぞ。権力なんかに負けないぞ。わっしょい、わっしょい、わっしょい。仲間を変えて、二人を変えて。はい、皆さんお疲れ様です。名護市はトイレを使わせろ。はい、そうですね。辺野古ブルーのメンバーも何名かこっちに来てます。でよかった、また明日から頑張れるって今話してましたね。はいはい、辺野古ブルーの皆さんもとても気にしてましたからね。はい、今日もゲートじゃない名護署にいらっしゃいますよ。よかったって、はい、声が聞こえました。あ、はい、皆さんお疲れ様です。あ、ミカちゃん、はい、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ですね、ちょっと余談ですが、今日バイトの面接の結果が、はい、電話で来ることになってんですけども、私ツイキャス午前中ちょっとしすぎてしまってですね、午前中結果の電話が来てたらちょっと気になるんですが、まあ結果がなんで夜に連絡来ると思いますけども、はい、一応まあちょっと電話も気にしつつ、はい、まあちょっと名護署はもっとすごいことに、すごいっていうかね、そうそう気になってますので、名護、はい、この、まあ、不当に逮捕されて、はい、まあ、許せないことが今起こってるんでね、はい、でも一応今日釈放されるっていうこと、解放されるってことになったんで、はい、みんなちょっと少し安心したんではないでしょうか。名護市の皆さん、はい、これで3名とも無罪放免だったんですよ。もうこういう山の中でやめられない。はい、じゃあお話が始まります。何回やっても結果は同じなんです。皆さん提案したと思います。今日泊まり込みの場所でアメリカ大使館をはじめ米軍関係抗議電話の電話番号を教えてもらいました。キャンプシュワークのあ、なるほど、会社さん、ありがとうございます。はい、皆さん、皆さん、今日で終わりじゃないんです。明日からですね、見るとこういう人がないように、こういう声を上げて絶対やるなということをですね、講義を続けていきましょう。今日、名護市に対してはファックスと公共電話全国から来ています。全国から来ています。明日もですね、もうやるかと、日本で声を上げていきましょう。よろしくお願いします。
ちょっと、岡田君、相談したときもいいですか。はい、かなさん、ともです。すいません。はい。いやもう、そう。はい、ありがとうございます。と多分あの機動隊の警備がまだあのたくさんの人が手前にいるので、もしかしたらあれですね、あと1台、はい、入ってくるかもしれないですよね。たぬき御前さん、お疲れ様です。はい、了解です。いや、ありがとうございます。ツイキャスの仕組み教えてくれて。まだですね、やっぱり機動隊たくさんいますので、はい、まだ中の方で見えますか、機動隊の中のバスの中があの電気ついたりしてますので、ケイスケさん、お疲れ様です。うん、よかった。すぐにね、出れるようになって。はい。イエーイですよ。そうです、皆さん、はい、絶対許されることではないですよ、はい、はい、これ絶対忘れないで、はい、どうにか、はい、したいですけどね、この不当なこと、はい、Thank you.
誰かな。切れない悲しみ。どう生きていけばいいかな。けさらけさらけさら。僕たちの人生は平和と希望を求めて生きていけばいいのさ。ないしさ。ダンチャラララチャララチャララ生きていけばいいのさ。なかんだかに、なかんだかに見せらんぜど、けさら僕たちの人生は平和と自由求めて生きていけばいいのさ。裏金作りもちゃんとやってるだろう。恥ずかしいぞ。税金で裏金作っちゃダメだよ。上司に上納したダメだよ。まだかな、まだかな。那覇からの広辞はまだかな。那覇からの座り込みの一人もまだかな。だけど一人は名護警察署に、まあさっき入ったよ。まだかな、まだかな。学研の命出たからさ、はい、コメント今気づいたよ、はい。あと1台誰が乗っているかわからないんですが、多分あと1台来るので、それでみんな機動隊もたくさんまだいるし、あとこの報道陣もまだいらっしゃいますよ。ああもうそろそろ来るかもしれないですね。だいたいこの警察の人たちがざわつき始めたらまた来ますからね。車の中だけど見えないけどね。はい、気持ちと声でそう迎えましょうね。ミカさん、そっかそっか、ありがとうね。北部からのなんていうの、そうそうそう、北部の状況を教えてくれてありがとう。お母さんたち、なんかお花用意してる人もいるね。かわいいね。
多分またざわざわし始めたのでそろそろまたもう一台が来るかもしれないですよ。米倉さんの知り合いが We shall overcome. We shall overcome someday. Yeah, 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 yeah. For it in my heart, I believe. We shall overcome.ですね、あと1台一応来るので、警察も警備も多いですよ。あと1台来るんで、はい、人生はあと10求めて生きていけばいいのさ。私の願いを叶えならば、多分あれいつも歌ってる歌なんで、警察機動隊の人たちも覚えてるはずよ、本当は心の中で。警察の、警備は、まだなら並んでますが、まだまだちょっとまだ来るまでですね。みんな待ちながら、はい、今日釈放されるということで喜びながら、はい、みんな首を長く歌を歌って待ってます。Yeah.
今日もあの辺野古ブルーの人たちも、名護署の前に駆けつけて、はい、いらっしゃいますよ。みんな詳しいな。はい。みんなあれさ、腕組んでから歌ってるさ、いつの間にか。スミヤさん、はい、はい、お疲れ様です。はい、よかったね。ね、よかったね。はい。Shall over come? He shall over come?
は違うってみんな言ってますね。出た歌の小葉ちゃんが。はい。破りて人間の光をも許します。大きい縄よ我らと我らの祖先地と汗をもて守り育てた大きい縄よ我らは叫ぶ大きい縄よ我らのものが大きい縄は大きい縄を変えて大きい縄を変えて山城を変えた破りて人間の光にも許します大きい縄よ我らと我らの祖先地と汗をもって変えて
名護署の中から誰か警察が出てきました。あ、トンズラーだね。何やら中のまた白いバスがですね出ていくみたいですね。はい、また解きたいと思います。ゆけばけたら、あ、中に入っていくだけですね。夜だからちょっと声も小さくねって言ってますね。いや嬉しい気持ちがいっぱいすぎてね、はい、ちっちゃい声でじゃあみんなで歌うと思います。
あと一台車が来るのでまだまだみんな、ゆっくり待ってますよ、はい、たくさんの人たちが今みんな楽しみに待ってます。
花。ひろじさん泣いてるよ。ひろじ、ひろじ、ひろじ。ひろじさん泣いてる。とりあえずじゃあ皆さん大変お世話になりました。皆さんありがとうございました。お世話になりました。どう考えても明らかな不当逮捕、それは運動を弾圧以外の何者でもない、不当を極めた逮捕です。毅然として、事実無根、なぜこういう状況なのか全くわからない、まあそういうことを警察にも検察にも答弁として申し出てきました。本当に皆さんの声援、連日終日届いていました。ありがとうございました。昨日からずっと、聞いてました。とりわけ泣けたのは、今朝朝7時に徹夜で頑張ってるぞという声が来た時に、何とも言えない、歓迎と感動で襲われました。皆さんの日夜たかわぬ声援があればこそ頑張れたんだと思いますが、どうしても本当にご苦労様でした。ありがとうございました。一番の気がかりは、まあ私を狙い撃ちするなら仕方がないとして、なぜ別の人まで巻き添えになったのか、そのことがよく分かりません。警察にも検察にも、彼のなぜ彼がとばっちりになるか、彼には何の罪もないから、一日も早く、釈放してほしいということを伝えましたけど、今警察にも聞いて彼も一緒かと聞いたら、それは後でということで回答がありません。一緒に帰ってきたんですよね。そうです。ほとんど警察でも検察でも仕切られて面会が許されません。接触もさせてくれませんでした。一緒に帰ってきたと思いますが、なぜ私だけなのかよく分かりませんけど、別だと思う。まだ多分時間差がありましたので、まだだ。私の方がずっと車も先、検察取り調べ先でした。帰りも私が先でしたので、多分時間差を置いて、私の取り調べが約1時間ほどでしたので、彼もまあ1時間ほどしたらほどなく帰ってきてくれるものと信じています。ぜひ、この不当な逮捕、ありえない逮捕です。交流があってはなりません。取り調べをして、無実だ無罪だ、根拠のない逮捕だったということが分かれば、急ぎよく解放すべきです。そのことを訴えてきましたが、私についてはそうなったことをとりあえずの、皆さんとの戦いの成果としたいと思います。彼が来たら、とにかく、無事に戻りましたら、後で全員で、力強く迎えてあげたいと思います。そうしても本当にご苦労様でした。ありがとうございました。あと一つは、何日になるのか、もう最長23日は確保だ、弁護士からも3月15日までは確保だという話で、それで分かりましたと伝えてありましたが、そうなった時の運動のありようがとても気になりました。もしかしたらテントで襲いかけてくるかもしれない、あるいは、工事強行があるかもしれない、そういう思いでずっとおりましたが、まあ、現場に一日で復帰できたことを嬉しく思います。明日からまた皆さんと一緒に頑張りましょう。頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。ひろじさんご苦労様です。ひろじさんご苦労様です。いや、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 いや。
警察庁の前にも那覇の皆さんがたくさんいました。うん、車が入るとき見て、ヒロジ頑張れ、頑張れ、声援を送ってくれました。イエーイ。何か恥ずかしもせないか。まずい。奥さんの先に。ああ、取れないね。取れないね。はい、取れないね。ずっと回って。今広瀬さんが帰ってきてみんなで、はい、迎えてますが、あと一人、あと一人の、はい、男性の方をがまだ来てないので、はい、それまで、完全なお祝いはできないかもしれないですけど、はい、みんな少しほっとしております。はい、広瀬さん、超泣いてますね。みんな、こうやって広瀬さんが広瀬さんは無事に今外に出てきたんですが、あと一人ですね、あと一人、早く出てきてほしいです。あとこういう間にもゲートの方でね、みんな留守番してから
ひろじさんのこととかみんなのこと名護市を気にしながら ゲートにいてくれる人たちもいるので早くあのゲートの方で早くお祝いしたいですね。まだかな。あ、私に言われたんだ。そうなんだ。もう一人待たんといかんから休憩してもらって記者会見が始まるかもです。失礼します。はい、あつしも頑張ってますよ。やれやれホットです。まあ最長23日と言われてましたので長いなと思ってましたが、まあ、一晩で帰るとホットです。なるように皆さんの力強い声がずっと署内で聞こえてましたので、まあそう長くはないのかなと思いもしました。本当にあのホットと同時に、声援を送ってくれた皆さんに心から感謝です。ありがとうございました。ありがとうございました。もう一人の方はどうなんですか？これは私には分かりません。あの署内でも検察でもそんなすれ違うこともさせなかった。ただ私は、全て先だったような気がします。名護署から出る時も地検に入る時もから取り調べも私が先でしたので、私の取り調べ時間が50分ほどでしたから多分時間差があれば50分後ぐらいに終わるのかなというふうに思います。最初に出てきた時不当逮捕というふうにおっしゃってます。の中について、これはもうずっと、拘束された際も、軍側にも、やっぱり待ちましょうか。やったー、痛い、ちょっと気持ち悪い、痛いんだけど。危ないよ、押さないで。
コードとか気をつけてくださいね。だからね、危ない。コード気をつけてくださいね。大変だね。今日だけ明日からもう一回まくりだよ。明日から一回まくりだよ。NHK 明日から第三ゲートに決まってるでしょ。今2人目の方が釈放されました。いや本当に本当です。これでも本当に万歳です。嬉しいです。ありがとうございました。あの方ご存知の方です。いや基地の中の建物に2人入れられて初めて会いました。誰だろうと思ったんです。なんかキャンプセオブの基地の前初めていらした方でしょう。初めてのとか初めて拘束されるんでびっくりしました。で誰と思ったんですよ。声もかける日もなく別れてしまいましたので、だから昨日から全然顔も合わせてないし声もかけてないです。警察留置所の中でも警察署の中でも全部分けられて、カーテンで仕切られてほとんど顔も合わせることができませんでした。今改めて米軍の建物の中で一緒になって以来の再会です。先ほどで最初に出てこられた時に不当逮捕とおっしゃってましたけれども、その不当という言葉の中身について説明していただけますか。いや、認識もあればある程度用意もできますけど、みんな機動隊との その攻め合いが厳しくなってとりあえず下がろう、これ以上関係が厳しくなったらこう不測の事態もありえたので、ありえないとも限らないので一旦下がろう、下がろうと言ってるのを後ろから抱きついて剥がし目立て連れて行かれる。ほとんど根拠のない、基地の侵入というなら、それは侵入があれば分かりますけど、侵入もしてない。みんな台の中に立っていたはず、それはマスコミを見てるはず。台の中に立ってそこで、別にラインから出ようでもなくて機動隊と激しく攻め合いをしてたんで、これ以上、関係悪化したらまずい、下がろうと言ったまでなんで、それで逮捕されるか引き取られたらほとんど理解ができない。まあ、そういう意味で全くの嫌がらせ対応だと思いました。それでこう後ろから倒されてずっと引きずってかれました。倒されたというよりも来たのでとにかくもむきちゃんされました。一旦どっか座った感じがします。一旦座った腰を下ろしたのに今度は両足引っ張られた。両足引っ張られて担がれて、もうそのまま道路をまたいでフェンスまで引っ張られた。道路両足引っ張られた、引きずられるようにしていったように思います。どれぐらいの距離を引きずられたんですか。ゲート前からフェンスのところまでですから、どうだろう、20メートル、30メートルほど。後ろ手錠をかけられたっていうふうなことを見た人がいるって言ってるんですが、これどうだったんですか。フェンス沿いに腰を下ろせと言われて、あ、違うんだ、立ったまんま後ろから手錠をかけられた。誰にですか。多分マリエだったと思うんですけど、引っ張るまでは軍系で、手錠をかけたのはマリンだったと思う。そしてマリンによってそのまま建物の中に連れていかれました。マリンかどうか分かったら服装が違ったんです。見れば分かります。見れば。
軍警は機動隊と同じように濃紺の戦闘服です。マリンは迷彩服です。迷彩服ってたんですか。迷彩服の米兵です。ちなみにちょっと確認ですが、警察と検察で取り調べされたと思うんですけども、ね、この大体どれぐらいの時間かかってて、主にどういう内容を聞かれて、自分たち労働者はどのようにお答えになったのか。私一番懸念なのは、理解ができないのは、逮捕状を示されていないんですよ、皆さんね。普通なら、あんだけの逮捕する逮捕状があります。何々違反で逮捕状は、軍の中に呼び出されたときは、特に逮捕状も示さないし、逮捕状を示すと弁護士呼ぶとも言えますが、逮捕状もありませんから、弁護士呼ぶとも言えない。で、向こうで言ったのは、一体これ何なんだと。何の拘束なんだ。不当拘束もいい加減にしろ、もう何時間経ってるんだ、3時間、4時間経ってるぞと、何なんだということをずっと言ってました。だから、逮捕ということも言わないし、ただのこう嫌がらせなのかと思ったんですよ。よくある警察が身柄を押さえますね、確保、確保と言って身柄を押さえますね、あれと同じかと思った。あれと同じと思って、まあ、やがて時間で返されるんだろうと思ったら、身柄を県警に引き渡しますというの、警察に引き渡しますので、身柄を警察に引き渡しますと言われた瞬間、逮捕状、また発されていた手錠を締め直されて、そのまま車に持っていかれた。多分赤嶺政権議員が演説中の最中でしたから、何時頃ですかね、1時から集会始まって、1時、2時前ぐらいですか、その時間だったと思いますが、その時も逮捕状は示しません。軍側から刑特法難条違反による違反だとよって、身柄を送致されたので、名護署の方に連れていくと、まあ、いう簡単なあのコメントがありました。その際も逮捕状というふうには言ってません。それでこれはあのここにも言ったし、地検にも言いました。逮捕状を示さないでこういう逮捕というのはありえないではないのかと、まあ、いうことは公弁として伝えています。それからここで取り調べられたのは、まあ、心情聴取、それから事件の聴取、午前中の取り調べ、午後の早い時間取り調べで一切黙秘をしました。答えられない。これ不当逮捕とか答えられないと言いました。その後弁護士接見があって、まあ、名前、住所、氏名ぐらい言った方がいいというので住所、氏名言いました。それから言いたくないことは言わんでいいけど、公弁ぐらい言った方がいい。つまり自分が言いたくて言った方がいいという、弁護士のアドバイスがありましたので、私はみんなを下げるために、中の方にいたのを回り込んで、皆さん下がろう、これ以上 その緊張はまずいから下がろうと言ったまでだ。その際に後ろから襲いかけてきた軍警の方に身柄を拘束されて、押し合い問答の際に、足を引っ張られて引きずられるように、基地の中まで持っていかれた。これが真実だ。それ以上のこともないし、わからない。もうそれ以上のことわからないということを、警察には伝えました。まあ、大体そんな感じですね。あの地検の方でも大体同じようなことを言いました。心情聴取者も聴取についても住所、氏名、それから、女房と今は自宅で住んでいるということ以外は言ってませんし、あと向こうも根をやはり聞きませんでした。神戸があるなら行ってほしいということだったので今の話を伝えました。で特にあの地検が問題したのは、軍側が警特法違反だということを、まあ、伝えたので、私たちがどこに立っていたのか、黄色いラインだったのか、その内側だったのか、中が内側だったのかということを盛んに強調していました。で私は、伝えたのは、機動隊と最初誰か私の身内が、私の仲間が押し倒されたときに激しく抗議しました。その際、確かにあの抗議の際に少し、一歩ほど半歩ほど中に入っていたのは事実だと思います。それはまあ伝えました。しかし2回目はほとんどラインの、つまり道路側であって内側には立っていない。直接の容疑となった際は中には入っていないということを伝えました。現実そうだったと思います。それで、そのことを彼らは、警察と確認をして一応取り調べを終えたところです。とにかくラインの外だったか内だったかを一生懸命気にしていたみたいです。で今後、運動としてラインのことは気をつけますかというから、当然ラインのことは気をつけながら運動しますということは申し伝えてあります。広井さん、あの
県民集会のある日にこの拘束されたということについてはどう思われますか？だからそこはもう本当に嫌がらせだと思いますよね。僕はこう思ったんですよ。これ警察にも伝えましたけど、軍の、海兵隊の制服を着た兵隊たちが退去として出るのも、あるいは軍警がたくさん出たのも初めてなんですよ。皆さんご存知のようにゲートの中にマリン服の兵士たちがゾロゾロゾロ集まったのも、それから真っ黒の服の、カラス色 の、 軍警が現れたのも初めてのことです。今日は県民大会だからやたら警備が厳しいんだなとしか思わなかった。警備が厳しくて、もし突入乱入の備え、もしもの、県民が怒って基地の中に乱入するのを止めるためにいるんだろうなというふうにしか思いません。これはみんな同じ思いだったと思います。まさか私たちに襲いかけるためにいるとは夢にも思いませんでした。結果としてはですね、やっぱり、もう憤る県民の怒りに恐れをなして、初めからも先制攻撃でやっちまえ、そして黙らせというふうな、結果となったと思いますけど、そういうことに、しようと思ったんでしょうけど、それはそういかんでしょう。ますます怒りに火をつけてどうしていいか分からないじゃないですか。もうそう思いますよ。何か我々がしでかしてることなら、私も何にもしないでこうやって襲いかかるなんてことはありえないですよ。軍側がやっぱりよっぽど恐怖しているというふうにしか思えない、まあ、そんな結果として、結論付けていいんじゃないですかね。そういう思いが本当に改めて強くなります。ひげづらいだときに怪我などは なかったですか？頭だけ気をつけました。もうガリ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 引っ張られるんで、腰は少し石ころで引っ張られましたけど、頭はゴツンゴツンしよるから、もう頭だけはこう押さえてました。もう一回確認しますけども、後ろ手帳させらされたんですね。それをしたのは迷彩服を着てたマリンですか？後ろこうなってるから多分、まあ、見えませんが、中に入ったのも、軍警でしたか、迷彩服の米たちですか。軍の警備たちは建物の中に入ってません。外で、終わってます。建物の中に連れてったのは迷彩服を着たマリン、海兵隊員が連れてた、はい、その時にすでにもう手錠をかけられて、手錠して、はい、もう歩けと言われて中に入りました。日本語ですか？押された感じがします。押さえて歩け歩けと言います。手錠された時からもう立てて、まあ、立てて押さえた感じがします。手錠された場所はどこ？みんなが見える場所です。フェンスの中、基地に向かって左側のフェンス、道路を囲むフェンスの芝生の方まで連れていかれました。あのプラスチックの手錠？いえ、本物です、金属製の手錠です。地検が交流請求をしないということについての理由は何か言いましたか？何も言わない。交流する理由がないというだけです。というふうに向こうが言ったんです。記載がありました。交流する必要がないので釈放すると警察が言いました。地検がそういう指示があったと。あったと文字が書いてた感じです。老眼鏡で見えませんが交流に必要なし釈放と書いてた正面に。3、4時間建物内で拘束されているのはどういうやり取りとか？最初ね、私と彼とは一緒にいたんです。で、私がもう一切答えないと言ったら、名前も氏名も明かさないと言ったら、彼は別室に持っていかれたんですよ。で、お互いで指名をし合わせてまずいと思ったんでしょうね。で、彼は、別の部屋へ持っていかれて、いろいろ調子を待ったみたいです。で、私は彼が取り調べ終わるまでずっと部屋にいました。時間何か長かったですね。3時間くらいだ。で、10時に持っていかれて2時前ですから4時間近くですよね。4時間近くずっと彼だから4時間近く一人取り調べ来てるんです。大変なことがあったと思いますね。だからとても気になってしょうがなかったです。まあこれで、まあそもそも不当弾圧ということで不当逮捕運動への弾圧だということで、こういう形でやって、実際釈放されましたけど、まあ、改めて今後の運動の展開の仕方というのは、米軍がしゃかりきになっていることがよく分かりました。つまり私たちの抗議が効いているわけですね。で、それは第3ゲートでの、フェンスの囲い込みから始まり、その昨日の米兵や
警備兵が出てくることは、まあ、これまでない事態です。だからよっぽど警戒をしないと、いつテントに吸収されるかわからない、襲いかけるかわからない。昨日捕まった時にもしかしたら私がいないうちにテントを襲いかかるのではないかという懸念がとても心配でした。で警察の、まあ、警察の名誉のために言いますが、あのいつもにらんであのバカ野郎で罵声飛ばしちゃってる副署長が留置場まで来て、居心地はどうですかって声かけてくれましたよ。快適だ、ありがとうって言って声かけましたけど、気遣いをしてくれました。で彼にまさか私をあのここに留置場閉じ込めて襲いかけるんじゃないよねとこう聞いたんですが、まあ、そこは答えてくれませんでしたけど、やっぱりそんな失敗がよぎりましたね。だからやっぱり運動はさらに警戒が必要でしょう。それから用意周到、彼らにつけ込まれない運動が必要だと思います。そういうことを改めて感じたんです。まあ、ぜひ、こう形式的でしょうけど、合法的にかつラジカルにしっかり声を上げて運動していきたいと思います。よろしいでしょうか。山寺さん、明日ゲート前は何時？いや、今夜止まってまた明日経ちますよ。新聞にあの現場の写真が出たの知ってますか？弁護士さんが朝、今日の朝接見するときに、一社を見せてくれました。一社について差し入れがありましたけど、全部紙で覆われて見えないんだね。自分の関係者とか全部覆われて見えない、読めないです。新聞読みますが、一番読むとか読ませてくれないです。一行も一字も見せてくれない。みんな覆われてる。まあ、あの集会の模様、エイクさんたちの写真はよく見れました。これは先ほどあの帰ってきて、地検の取り調べが終わって後、新聞読むかということで入れてもらいましたけど、全部白塗りされて読めない。まあ、そんな状況です。はい、どうもありがとうございました。はい。だから県民大会によっぽど恐れなしたんですよ、うん、県民大会に恐れなして、だから事前に牽制してどうにか県民大会の息をそごうとしたんじゃないですか。明らかに狙いもそれしかないですよ、まあ、そう思いました。まあ、あのそれは逆効果だったんじゃないですか。私はここでこう伝えて、はい、こうあたりこう引きずられるように、はいはい、でここにあのフェンスがされていて、はいはい、ここにもグリーンがあるんですね、はい、でこのあたりであの立ったまま後ろに手錠されて、はい、ここに持っていかれた。このあたりまでじゃ引きずられて、そうですね、でここで手錠されて、はい、で建物の中に入って、はい、でそしたら、私が見えないようにバスがこう置かれたんですね、こっちの、はいはいはい、ほとんどバスでこう私見えなかった、はい、僕もそうですけど。わかりました、ありがとうございます。ここで20メートルぐらいですかね。わかりました、ありがとうございました。ひろちゃんも帰りましょう。帰ろう、もう。いや、とりあえずゲートを決断していただきたい。いや、さっき聞こえない。ありがとうございます。山田さん、ゲートに、うん、後でね、さあね、はい。
今日の夜は美味しいひな食べれました。何でもやとりあえず2人、まあ、ここにいるぐらいの話だと思うんですから。なんか3日ぐらい入ってたらいいんじゃないですかって言ったら違うよ、これは心鬼にしてるよ。いやこれだけ企業だと安心した。もう買ってます、もう動揺してるから心配してる。お願い、田山さん、田山さん一緒にじゃあついてください。車用意してますので、車用意してますので一緒に。田山さん、はいはいはい。ご苦労さんでした。はい、良かったです。はい、やっぱり、あ、すみません。またみんなとっても喜んでましたね。はい。やっぱ一番ホッとした、やっぱホッとしてね、みんな泣いてました。解散命令が出るぞ。解散命令が出るぞ。やっぱりやっとね。ちゃんと帰ってこれてよかったってみんな安堵して、はい、いつものみんなメンバーもとっても安心してると思います。小橋川さんもいる。はい、もう一人の方もちょっと足もねちょっと引きずって、やっぱりだいぶ引きずられてから怪我残ってるみたいですね。今はまだちょっと報道の方に囲まれて、まあでも座り込みの人いるから、大丈夫だ。まあ早く休んで休ませてあげた方がいいね。はいはい、そのまままっすぐ先、まっすぐね、広瀬さんまっすぐだよね。うん、何しに行ってるの？一応帰ろうって言ってから、帰るからあっちから一緒にだって。よかった。ゲートに帰ろう。しっかりしてるね。はい、お疲れさん。はい、みんなたくさん、はい。はい。小橋川さんも安心して、はい、小橋さん、この、はい、最後小橋川さんだよ。もう一人の解放についてはどういう感想ですか？もうあれだね、もうなんか言葉に出てくれ苦しいんだけど、言葉にならないんだわ。こっそり青森飲みます？いや、僕は酒飲まないんです。飲まないですか？さすが先生。今日はもう先生にもらう。はい、戻って仲間のみんなとだよね、また、ね、また歌うか、うん、歌ね、はい、あれね、あれね、あれね、喜ぼうと思って、はい、そうそう、じゃあ後でね、あ、また歌ってるさ、もう行こう、うん、はい、はい、みんなも安心して、はい。
歌がやみませんね。もうちょっと安心した途端に多分やっぱ疲れがドワッとは来ると思いますけども、はい、今何名？あ、はい、みんなよかった、みんな、やっと解放されましたよ、はい、皆さんもお家の方から、配信見ながら、はい、ほっとされてると、ほっとされてると思います、はい、またですね、新たにまたゲートの方から頑張りましょうね、はい、またやはり先ほどの記者会見でもありましたけれども、何かやっぱ米軍の方がなんていうのかな、ちょっとこっちの方のこの抗議、県民の抗議をちょっと恐れていて厳重になっているねっていう話が出てましたね。今までは沖縄県警とか機動隊が警備厳しいっていう形だけだったんだけど、今度からはまた米軍のこの警備、やっぱおかしかったもんね。みんな見てる人わかると思うんだけど、やっぱりここ2、3日は米軍のこのフェンスの上の方からとかさ、やっぱり見てたさ。だからそういう感じでやっぱ米軍の警備もこれからちょっと厳しくなるんじゃないかなって、ひろじさんもちょっと印象を持ってたって言ってましたね。はい、コメント全然読んでなくてごめんなさい。はい、あ、はい、ウルマ共和国さん、はい、お疲れ様です、はい、あ、ちょっと安心しました。じゃあこれからゲート前に戻りますね。373人の、はい、皆さん、お疲れ様でした。また、みんなで、県民みんなで知恵を出し合って、はい、みんな、はい、頑張っていきましょうね、はい、もしかしたらまたゲートから、はい、配信すると思います、はい、みんな、座り込みのみんなも、はい、ゲートに帰りますので、みんなで帰りましょうね、はい、お疲れ様です、はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、もう名護署には用はないので帰りましょう、はい、はい、ハリネズミくんさん、はい、ありがとうございます、みんなお疲れ様です。あ、ブルーズナ365日さん、はい、お疲れ様です。あ、たぬき御前さん、はい、いや心配してたでしょ、たぬき御前さんも、はい、ようやく解放されましたんでお疲れ様です、はい、トリマオツって感じですね、はい、ナウさん、はい、ですね、はい、あ、ナナノブさん、私が、ツイキャス始める前からツイッターの方もいつもありがとうございます、はい、こういう辺野古の運動をする前から、はい、ありがとうございますね、はい、運動じゃないや、行動する前から、はい、はい、はい、皆さんありがとうございます。またね、きっと今ひろじさんともう一人の方が、ゲート前に戻るので、そこでまた、はい、いつもの歌とお祝いと勝ち足が始まると思うんで、はい、帰りますね、はい、皆さんもお疲れ様です。じゃあ配信終わりますね、バイバイ、はい、太い指だよ、はい、お疲れ様です、バイバイ、またねー。